たしまして、ネイバー。なんか想像より大規模な基地だったわ。まあ本部だからそりゃそうか。 あとそうだ、これもモッドで書物が見やすくなってます。ちょうど視界に入ったわ。隣接武器のクリティカルダメージが恒久的に 5% 増加。へえ。あとこの辺のもの普通に取れちゃうっていうね。もう仲間だからか。ちょっとこの中ボスンに会う前に、なんかどうせ金庫とかあるんだろう、ちょっと見ちゃおうかな。話聞いてる途中でもこの辺のゴロつきすりでなんかいいもん持ってるか見てみたけど、まあなんかそうでもないな。仕事なんて考えられない。金庫とかねえかどっかに。こいつ邪魔くせえな。あ、いけるな。こいつ結構クレジット持ってるじゃない。まあ商人だからそりゃそうか。クレジットが必要ならコアでミッションボードを覗いてみな。いや、懐を覗く方がいいです。はい。あんたは900か。まあ武器はな、今更別にあれが欲しいこれが欲しいとかねえんだよな。金庫っぽいところ探してるけど今んところ見つからんな。そんでこっち行ったらボス部屋だったわ。この人ボスだろ。ああ、もう一人の新人か。デルガード。よし、全員揃ったな。本題に入るぞ。前回の試験で合格したルーキーはお前たち二人だけだ。他は二人、まあ、仲間になることはないと言っておこう。ネイバが自分の名誉にかけてお前の能力を保証するらしい。期待は裏切らない。そう願うぞ。よし、それじゃ始めるか。紅の艦隊に入るには決して折れない覚悟がいる。忠誠を忘れれば代償を払うことになる。オッケー。ボスか。いいぞ、分かってきたな。気に入った。ちんたらすんな。俺はラストノバで酔っ払いたいんだ。嬉しいぞマシス。お前たちは出発したくてうずうずしてるようだな。寒冷地装備を用意しろルーキー。これから行く場所で必要になるから。おい、まさか入会の儀式のためにこいつらをスボールフまで連れて行くんじゃないだろうな。10階地表に降りて死んだルーキーが12人。もうあんなヨタ話を聞かされるのは真っ平なんだが。クリクスの遺産はヨタ話じゃないぞネイバー。新人どもがやってきただろう。あいつらが実力を示したいって言うなら遺跡を発見する手伝いをしてもらうぞ。そうだといいけどね、デルガド。新しいロックのコードを手に入れるため大金をつぎ込む羽目になった。ネイバが言うところの入会の儀式だが、全ての始まりを知るチャンスでもある。スボーロフのジャスパー・クリクスだ。クリクスは紅の艦隊創設につながる暴動の先導者だった。あの男の遺産がまだ残ってるなら俺たちが見つけるべきだろう。ああ、でそれを入会の儀式と称して行かせて探させると。クリクスは紅の艦隊を去る前に財宝に関する伝言を残していった。いつからかそれはクリクスの遺産と呼ばれるようになった。同じ道をたどりたくなかったらまず手がかりがないとな。デルガドはこの捜索が古いスレートのほんのわずかな情報に基づいてるって部分を省いてるんだよ。クリクスはあの録音であることないことを大口を叩いてた。こいつの言うことは聞くな。俺たちがクリクスの遺産を手に入れたら紅の艦隊は全く違うレベルで活動することになる。待てよ、それなんか証拠品になりそうだな。忘れてるようだが、UC は今もコロニー戦争の傷跡を舐めてるところだ。今は全面攻撃を仕掛ける余裕なんざない。仮に仕掛けてくるほどあいつらが愚かだとしてもだ。オッケー、さっさと始めよう。すぐにでも本題に入りたいようだ。よし、話は終わりだ。それならロックへ向かえ。マシスは船を持ってないから、俺の船に乗せていく。もう一人のルーキーでこの人。シールドは信用してない。俺は船に秘密のスペースを。
あ、違う、これボスじゃない。マシス。ボス？何か始めるのか。俺が終わらせる。ボス、ボスなんかも、クソ、何も出てこねえ。指示がわからなかった。スボーロフでやることがあるだろう。絶対金庫室か何かあると思ってんだけどな。ないことはないだろう。教室かこの辺。まあじゃあとりあえずロックという名の超重警備刑務所を探索して伝説のお宝に関する情報を見つけ出す。まあそのお宝が本当にあるかどうかも定かじゃないらしいけど、これね。まあまあなんとかなるだろう。超極寒でも。やっと来たか。時間の無駄だって言っただろう、デル。ほう。だといいが。それからマシス、ここを仕切ってるのは俺だ。お前は黙って。いい。わかったよ。よし、一度しか言わないからよく聞いておけ。俺たちがここに来たのはクリクスの遺産に関する情報を集めるためだ。何か見つけたら考えるな。余計なことをするな。まっすぐ俺のところに持ってこい。OK。あればね。お前みたいなルーキーでもヘマしない程度には簡単だ。待って、宝探しはなしか。どうやって金を稼げばいいんだよ。分かった、もういい。紅の艦隊に加わりたいならお前らの従うべきルールはたった一つだ。仕事中は俺に言われた通りにやれ。質問はなしだ。それが嫌ならそう言え。このはいはい。マシスの内臓をえぐってから中に入れば少なくとも数日は持ちこたえられる。ビーストハンター。へえ、やってみろ。殺し合いたいなら勝手にしろ。着陸地点からロックまではかなりの距離がある。さっさと出発するぞ。なんかスパイとして仕事するならこいつルーキーがもう一人いられるとなんか邪魔になりそうだな。で、証拠品が見つかったとして、見つからなかったと嘘をついたら逆にこいつらからドンパチ仕掛けられそうだし、一旦はどこまで従った方がいいかな。あ、いない。あ、後ろか。あらららら、あらららら、なんか持ってんじゃね。あ、死なないんだ。ちょっとこいつらに当たりそうなんだよな、弾が。帰っちゃった。あー、当たっちゃうよ。ロックスペーサーとかがいるわけでもなさそうだな。なさそうだね。あー、こいつら接着剤取れるんだよな。持って帰っとこう。あー、どこにいる。いた。こいつらが持ってる武器めっちゃ弱えんじゃねえか。弾ばらまきすぎだろ。先行っていいか。
ああ、こいつらを誘導しないといけないと。はい。おお、大丈夫か。こいつら弱いグリロバというモブなんだけどな。紅の艦隊大丈夫か。こいつに関しては最弱。あ、いた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 。あ、ちょ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 。多いな。当たんねえ。で、外部ドア。ついに来たぞ。ジャスパー・クリクスが遺産を見出し、紅の艦隊を創立する礎となった場所、ロックだ。こういうのはすぐにでも開けたかったろうな。凍えちまう。ならスーツの温度を上げろ、マシス。中に入ったところでほとんど変わらないからな。よし、進もう。ここに突っ立ってても仕方ない。つーか、じきじきにボスまでついてきちゃうなら。この ID カードにあったり前をはたいたんだ。いいもの見つけても普通に持ってかれちゃうな。よし、行くぞ。ついてくんのかな。わお。あ、だだ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 。こんなゆっくり行くなら先行っちゃうぞ。UC? なんもいねえけど。あららら。メッセージ。ん？あ、これパックか。あとそうだ、これもモッドなんですけど、デジピックアンロックめんどくさすぎってことで、デジピックを簡単にするモッド入れてます。まあ、これはいらんな。スカイリムとかのさ、ピッキング、スカイリムとかのピッキングなら楽なんだけどさ、デジピックひたすらめんどくさいんだよな。こういうのもね、ちゃっと開けちゃう。なんか金目のものは。下へ変われ。ボスたち下ってくんの？おっそ。このフロアは特に何もないが。来んのか。これで捨てた場所に違いない。残りの一生をこんな風に大量の氷の下で過ごすなんて想像できない。最低限やだろうな。だが俺たちがそうなるよりはマシだ。待て、静かにしろ。何の音聞こえたか。なんだ。あ、弱いグリロバから未熟になった。で、結構いるな。近接武器でもあった方が良かったかな。
こいつレベル高い。でも平凡。狙いに行く。つうかこの時マガジンちっちゃいな。まだいいか。なんかまだマップに映ってるけど。巣があるに違いない。そこら中にうじゃうじゃいるんだろうな。ついでに1キロ先からでも聞こえるような銃声はお仲間たちの耳にも入ったろうな。デルガドとの仕事中じゃなきゃぶっ飛ばしてるとこだ。いい加減にしろ。お前らを一緒に連れてきた俺がバカだった。さてと、受刑者移送エリアの中に入ったか。どこもかしこも封鎖されてるな。それだけ仲がいいんだ。何？魔室と制御室に行って他のドアも開けられないか確認してこい。おお、出てくる時には一人になってるぞ。制御室。この人は何も今は話せない。やるべきし。おわい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 、天井が落ちてくるぞ。なんつうタイミング。ああ、楽でいいわこれ。ああ、何これ。あれ待って、これ金製品じゃね。違うか。一瞬金製品に見えなくもなかったけど。ああ、違った。何でもない。お、戻れねえから早く来いよ。やってらんねえな。どうしろってんだ。計画通りにやろう。計画だと？そんなもんどうだっていいだろう。いいか、こっからは自力でやるしかねえ。なんだこいつは。試していると思うか。あいつがわざと崩落を仕組んだって？それはないだろう。俺たちはここで実力を証明しようとしてる。だが、デルガドが考えてたのとは多分違う。ああ、ではデルガードの命令に従い続けよう。なんでだよ。あいつの忠実な兵士はそうすべきだからか。知ったことか。それよりもっといい計画がある。いい機会だ。デルガードを始末するぞ。お？そして同時にクレジットをがっぽり手に入れる。なんだって？本気か？ああ、今やる。それとも次にどっかの星へ行った時に崩落が起きてデルガドと離れ離れになるのを待つか。いやでもそれやったらさ、まあ、こいつら裏切ることになっても面倒だし、同時にUC の連中の命令も背くことになるからな。裏切る気はないってことにしておこう。こいつマジで問題じゃん。おい、俺たちはただのルーキーだ。こんなチャンスはめったに巡ってこねえ。ひとまずデルガドの話が正しいとしよう。ここにクリクスの遺産に関する情報があるふりをするんだ。あいつを片付けたらゴミを漁って見つけたものを一切合切ネイバに売る。腐るほどクレジットが手に入るぞ。くれないの艦隊に一生追いかけられたいのか。いやいや、そんなわけあるか。よく聞け。紅の艦隊のボスの座をネイバに差し出すんだよ。デルガドを排除すれば俺たちに感謝するに決まってる。よく考えてみろって。1ヶ月分の給料をかけてもいい。あいつがこれほどまずい状況にいるのなんて初めてだろ。完璧だ。ああ、なるほど。ああ、紅の艦隊全部を裏切るんじゃなくてデルガードだけ裏切るのか。
行かれてんのか。俺はデルガドのスパイじゃねえ。目指すは紅の艦隊の船長だ。必死なんだよ。お前だってそうだろう。それに忘れてるみたいだが、さっきの崩落で閉じ込められてんだ。脱出方法を見つけないと何の報告もできない。永遠にだ。乗った。今のところ保険をかけてんのか。まあ気持ちはわかるがな。俺が行動を起こした時は俺の味方をしろよ。さて脱出する方法を探そう。ああ、さっきのモンスターか。行動を起こしたときは味方をしろとな。状況次第だな。私はいつだって強い人間の味方だ。なんか銃声するな。それもありか。あ、やってる。なんだこれ。ちょっとザウチ、こんな時間に A ブロックから引きずり出すなんて一体何なの。B ブロックのジャスパー・クリクスって知ってるか。あいつが脱獄するって言ってて俺も誘われたんだ。ロックから脱獄なんてできるわけないでしょ。冗談ならやめて。信頼できる数人にしか話してないらしい。誰にも言うなって言われた。言ったら喉をかっ切るって。じゃあなんで私に話したの。わざわざ言わせんな。お前が好きだからだよ、リカード。一緒に来てほしいんだ。何ヶ月もこの倉庫でお前を追ってたの。そんなのに放り込まれるなんて。それ以上の何かを期待してたからと。答えられないのか。どうしよう。答えられないのか。もうちょっとわかりやすくしてくれれば、私も。はい。しまった。録音？何の話だ。こんなに遅くに会うのは誰かいないのか。ちょっととりあえず落としよう。2人とも生き延びたのか。大丈夫ですよ。よし、誇りを払ってよく聞け。俺たちは孤立してる。まず引き続き残りのドアを開ける方法を探せ。じゃなきゃ俺はここから出られない。本当か。それからジャスパークリクスに関する情報を手に入れろ。本当だろうな。あとは魔室につまらないことを考えるなと言っておけ。さもなくば俺があいつを殺す。なんでこいつルーキーとして引き入れたんだよ。これ扉を開ける。はい。なんか防衛システムオンとかはなかったか。100年前に建てられたんだってな。まだ完全に崩壊してないのが驚きだ。で、D ブロック。死体まみれ。重要そうなものもないな。これは。相変わらずデジピックあんまり持ってないんだよな。これだけか。D ブロック補助電源起動。おい。リフトかこれ。ああ、なんだ。おお。官房ブロックの見張り塔みたいだな。確認しよう。こんなとこに囚人ぶち込んだら絶対死ぬやん。早かれ遅かれ。ああ、なんとめ。これは緊急キット。D ブロック。